皆さんこんにちは、猫背のアジト理学療法士の峰田です。1ヶ月チャレンジ11日目です。前回までは立った状態で上半身のエクササイズをやってきたんですけれども、今日はですね、床面に降りて体幹の回旋系のねエクササイズをやっていこうと思います。下半身と上半身とをねちょっと連動させていきながら、体のねじれをね作っていくようなワークをやっていこうと思いますので、マットの上でもお布団の上でも結構ですので、動画を見ながら一緒にやっていきましょう。それでは仰向けになっていきます。まずは右のすねを持って足をぐーっと胸の方に近づけていきましょう。この状態で10秒間。左手で右の膝の外側を持ち、横に倒していきましょう。右手は反対側に向けて倒しておくようにしてください。目線は伸ばした右手の方を見るように、体をツイストしていきましょう。この状態で10秒間。それでは右手を左側に倒しましょう。ここから右手を開いていきましょう。開いて閉じてのワーク10回いきましょう。2 3 4 5 6 7 8 9 10。目線は右手を追いかけるような感じ。ラスト。今度は右手で大きく円を描いていきましょう。大きく円を描いていく。右の膝は床面から離れないように、左手でしっかりと床面に押し付けておくようにしましょう。逆回しいきましょう。ではゆっくりと手足を戻して、今度は逆足いきます。まずは左の足曲げていき、手でスネを抱えるようにお腹方向にぐーっと引き寄せて10秒間。はい、それでは右手で左の膝の外側を持ち、横に倒していきます。左手は外側に開くように、右手で左の膝を床面にぐーっと押し付けるようにして体をツイストしていきます。顔は左手を見るようにして10秒間。それでは左手を右側に倒して、開いて閉じてのワークを10回いきましょう。2 3 4 5 6 7。目線は左手を追いかけるように。6回目6 7 8回目8 9回目9。ラスト10。
では続いて手を大きく回していきましょう。10周いきます。反対回しです。開いて上を通したら前習い方向にできるだけ大きく回すようにしてください。ではゆっくりと手足を戻して軽く膝を曲げたら左右に膝をパタパタ倒して少しね力んだ体を緩めていってください。ではそのまま横向きを経由して頭が最後になるように体を起こしてきてください。いかがだったでしょうか。だいぶね体もねじれたり上半身下半身も少し動かしていたので体がねポカポカしている感覚があるんじゃないかなと思います。次回はですね股関節に特化した仰向けでできるようなエクササイズを紹介しようと思いますので明日の動画も楽しみにしていてください。それではまた明日の動画でお会いしましょう。またね。